ダリオ・コロニャは、スイス、グラウビュンデン州ンタマリアバルマスター出身のクロスカントリースキー選手。2008から2009シーズンに、スイス人としては初めて、クロスカントリースキーワールドカップ総合優勝を達成した。日本のメディアでは、ダリオ・コロニャ、ダリオ・コログナといった表記も見られる。コロニアは5歳で、アルペンスキーをはじめ、1999年に、 クロスカントリースキーを始めるまでは自転車やサッカーに親しんだ。2004年のノルディックスキージュニア世界選手権に出場するも10平方キロメートル4位。翌年のジュニア世界選手権では10キロメートルプラス10キロメートルパシュート29位。10平方キロメートル3位に終わった。2006年のジュニア世界選手権では10キロメートルで銅メダルを獲得した。 2006から2007シーズンは、オーパーカップシリーズで、総合2位、ワールドカップにもデビューし、シーズン最後のファルンの 30km では25位と、成り初のポイント獲得となった。またマラソンカップサムダン大会で優勝、U23 選手権では 15km フリーと 30km パシュートで、金メダルを獲得するなど、国際大会での実績を積んだ。 2007から2008シーズンは、ロシアリビューインスックの 30km のレースで、ワールドカップでは、自身初の一桁順位となる8位、シーズン終盤のイタリアボルミオでは 3.3km で4位となるなどし、総合37位となった。また、U23 選手権では 30km で連覇を果たした。2008から2009シーズンはさらに飛躍のシーズンとなった。 年末年始のツールドスキーで総合優勝。2009年、ノルディックスキー世界選手権では 15km6 位、スプリントで4位入賞を果たし、シーズン最後のワールドカップファイナルでは総合優勝した。シーズンを通したワールドカップ総合でもスイス人初の総合優勝と達成した。2010年のバンクーバーオリンピックでは 15km フリー走法で優勝。 スイスのクロスカントリースキー史上初となる金メダルを獲得した。ワールドカップ総合では、ノルウェーのペッテルノールツグに次ぐニ位だった。2010から2011シーズンはツールドスキー、ワールドカップ総合とも2年ぶりに制した。一方で2011年、ノルディックスキー世界選手権は、個人スプリントで9位となった他は20位台と、振るわなかった。 2011から2012シーズンはツールドスキー連覇、ワールドカップファイナル優勝するなど、合計6勝を挙げ、総合でも2年連続3回目の優勝を達成した。2012から2013シーズンは、ワールドカップでは1勝のみで、総合3位だったが2013年、ノルディックスキー世界選手権では 30km、スキーアスロンで、金メダル、50km で、 銀メダルを獲得した。2010年4月に、レーティッシュ鉄道の車両、安倍8-12-3504にその名が完成られた。2012年度スイスオブザイヤー受賞。ありがとうございます。